現在、大分県西部と北部の5つの市や町に大雨警報が出ています。中津市と宇佐市、日田市、楠町、九重町に大雨警報が出されています。中津市では午後3時20分までの24時間に降った雨の量が83ミリで、2011年の統計開始以来、5月としては最も多い量となっています。 大分地方気象台はこのあと数時間は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。